どうもこんにちは、ナッチでございます。なんだこのパーティーと思った方いると思いますけども、今回はタイトルにもある通り、釘ドロップだけでダンジョンクリアしてみたっていうタイトルになってるか分かりませんが、そういう動画でございます。まあこれまでにね、いろんな動画やってきました。超憂鬱だけで倒したり、ドロリーフだけで倒したり、いろんなシリーズやってきましたよ。今回は新しくこちらね、釘ドロップっていうのが実装されたんで、やってみようかなと思います。これどういう効果かっていうと、ドロップになんか釘がついてるんですよ。でこれ注意事項があって、自分の好きなドロップにしてると推しキャラクターの目ん玉に向かって釘が刺さるんで気をつけてください。本当にダメです。原作がどんなもんか知らんけど、そもそも着せ替えドロップとめちゃくちゃ相性が悪いと思う。でそれを消すと 1% ダメージが入るらしい、相手に消すたびに。だから5回釘ドロップ消したら 5% っていう感じらしいですね。なんか噂によると追い打ちにも使えたりとか、いろんな話を聞きましたが、とりあえずね、使ったことがないんでどんな感じなのかなっていうのも含めてやってみたいと思います。でなんでティオレ艦隊なんだっていう話なんですけど、クエストダンジョンにいいダンジョンがありまして、まあ、だいぶ簡単にはなってしまうんですけどね、この下の方が3色限定ということで、レベル1しかないのかないのか、マジか。2択あるとはいえレベル1か。ボスのなんか見栄えが悪かったらちょっと違うダンジョンも検討ですね。バトルさんでちょうどいいんだけどね。だってどんな相手であろうと100回は消さないといけないんですよ。それがやばいんですよ。逆に言えばヘキサゼオンであろうと100回消したら勝てるし、あの陰毛生えた仮面ですら100回必要だし、いやあいつは100も体力ねえか。とりあえず使ってみたいと思います。でこのダンジョンは光闇がないので、ティオレと挑戦なら 7×6 にしても自分たちは攻撃できない。しかしこの裏の釘ドロップが溜まればダメージは入るという編成となっております。ティオレの理由はね、早くスキルが溜まるからですね。さあ、いや渋いな敵が。お前ら100は体力あるよな、信じてるぞ。使っていきましょう。できればこれさ、指も短い、指長い方がいいよね。たくさん色は消したいわけだからさ。1個消えました。あ、そういう感じなんだ。特別な効果音があるわけではなく、なるほど、果てしないですねこれは果てしないですね。何が辛いってドロリフと違ってさ、ちゃんとパズルしないといけないんだよ。絶対指バッチだってよこれ。 5% 入ります。あれ今11112じゃなかった？何11112って。え、もしかしてさ、1回消すじゃん、1じゃん。今2個消しますね。1、え、複数消してももしかしてこれって5とか入んないの？え、つまり僕は100回こいつらに向かってパズルをしないといけないってこと？そういうことかもしれんね。なんか目に見えて体力は減ってきたけど、バカじゃないいや、ここでよかった説ない？むしろ難易度は、いや最初霊気流も考えたよ。超追い打ちではね、お世話になりましたからね、霊気流ね。でもあのダンジョン10回走あるんで、あー渋、うわ頑張るわ、頑張ります、頑張るしかないです。これなんか目に見えて減ってはいるんだよね、体力ね。でこいつ100もないのかな、こいつら。もしかしたら50回も消してないよね。いやー複数消えるともったいないんですって、やめてくださいよ、勘弁してくださいよ。ほらで3、何なのこれ、どういうことどういうことなん、今3入ったけど何なの、仕組みがわからん。なんか音怖いし、これさ逆に他のモンスターにつくことあるんすかね。今回その原作再現だったってことで、まあ、こういうねスキルが登場したわけですけど、まあ、あの東堂のスキルはどんなキャラについてもさ別に違和感はないんですよ。このスキルがなんか別のキャラにつくっていう予想ができないというか、未来が見えないというかね。
マジで同じようなキャラクターを作んないとね。わら人形を可愛い女の子にしてみたみたいな物騒な。でもこいつらに打ってるからこれバカバカしいと思うのか、普通のダンジョンだったらどうなんすかね。 1% 難しいダンジョンであればあるほど敵の HP は削れるんですけどね。結果的に10消えたよ、12消えたよ。これどう、33334、わけわかんねえなんで右は4受けたの。体力違うとか、あいつらでそれがなんか影響してるとか。はい、突破です。なんであいつだけ2受けるんだろう。いやー、これマジでさ、サムネ的に映えるやつにしてね、ボスはせめて。いやでもさ、5入るんだったらさ、あ、今はこいつらの体力が多いからそんだけ入ったんでしょ。え、じゃあなんか4とか入るのは何どういうこと。だってね、2回消してもならんこともありましたし、これ11だからちょっとモリッと入るわけですね。あ、なんかめっちゃ減ってる感はある。あいつらが極端に体力低かったからなんかおかしかったのかな。ある程度の体力があるキャラクターなら消した分だけ割合が入ってそうな気はするんだよね、これ見る感じ。はい、どんどん消しちゃって。ちょ待って、一回ちょっと検証しよう。一個消しで1、あ、1なんだ。じゃあで、わからん1だもんね。で、右6じゃん。だ、2回消したら右は12入るんじゃないのって思うじゃん、単純に考えて。今17か、3個で18、まあ割り切れなかったとしてそうか、そこは間違ってないんだね。4個消したら24ぐらい入るはず。あ、合ってるわ。これも左のペンギンの体力がなんか少なくておかしくなってるパターンですかね。てかさ、これさ、釘の目覚めさ、どこに書いてあるんだよと思ったら右上に書いちゃったわ、めっちゃちっちゃくドロップじゃねえから見にくいな。さあ、そろそろいけますか。これ絵が地味すぎてさ、映えないんだよね。ドロリフはさ、まだ盛り上がる中、威嚇の音しねえし。ドロリフとかはまだ盛り上がるんだけどね。さあ、どうでしょう。これ 7×6 で正解だったな、マジで。やった。ボス誰？なんか古き良きテクニカルダンジョンって感じやな。まあお前でよかったよ。これでもしキマイラ2体とかだったらやばかったからね。さあどうだ。おお、なんか減る感じあるね、こんだけ体力バーも長いと。やっとしっかり使ってる感出てきましたよ。合計で100回消せばいいわけだから、このターンで6稼げたのはでかい。7、いいよ。これを見てる感じ大丈夫そうですね。やはり体力少なすぎるキャラに打つのが良くないんでしょう。ある程度のラインを超えたらきっとその3とか入る割合になるんだろうね。16はでかすぎる、16はでかすぎる。ありがとう。チャレダン1に一番時間かけた自信あるわ。どのユーザーよりも時間かけてる自信あるわ、今回に関しては。さすがにじゃないさすがに今月のさ、クリアターン数最長は私ではないでしょうか。何のマウントって感じだけどね。よし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 、よっしゃ。最後は僕の誕生日211です。何がよっしゃーだよマジやだ、もうやだ。
チャレンジダンジョンレベル1、3色限定クリアタイム19分23秒。ふざけるな、何が70ターンだ。全然パズドラしてないことバレちゃうじゃんこれ昨日何もやってないっていうね。とりあえずまあこのパーティーの反省点としては、あれは欲しかった、指はもっと欲しかった。指がもっとあったら多少マシになったはずですね。ただ真似しない方がいいです。ちょっとまあこれまた別で使ってみますね。ちゃんとしたパーティーでも使ってみて、まあ評価はしたいですね。これさ、クキドロップの説明がさ、ゲーム内ないのやばくない？覚醒じゃないから何も説明がないんだよね。書いてあったりするんかな？デデコンし、イラストデデコンし、なんかもうこの辺切れとるし。はい、まあそんなこんなでまた使ってみるんでよろしくお願いします。以上、ナッチでございました。バイバイ。